らしいんですけども、えー、じゃあ、メール読みますよ。齋藤健介さん、<laughs> パジャマに見える服を着てきた島袋さんですが普段はどんなお召し物で家で過ごしてらっしゃいますかという問いでございますが島袋さんはい、はいえー、比較的家で過ごされることが多い。そうですねうんうん、うん 近頃は、近頃はどんな格好で家で過ごしていることが多いですか？テー、はい、シャツ、短パン、これにませるものはないです。<laughs> あ、そうですか。お、そうですか。ほん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 活動的な、まあそのまあ外に出ようと思ったら出れるような格好。それとも外にはちょっとダメだなみたいな、ちょっとエロティックだなみたいな格好ですか？ 警察ですか <laughs> 警察呼びますかひょっとしてちょっとズボンが短すぎてそういう時はありますねズボンが短すぎる場合も存在する、うん、あれ <laughs> <laughs> あれ, <laughs> あれこれ島袋事情なのか大人事情なのかラグがずいぶん出てきましたねなんでこんなにラグが生まれちゃうんだろう <laughs> なんでだろうエロいこと言ったからかな <laughs> えーこと言ったから人が集まってきたのかな。<laughs> もしもーし。もしもし。<laughs> 見嬉しい。<laughs> これはちょっとしばらくああ戻ってきた。ちょっとあのー、夏メロの C D だけ用意しといて。 ちょっと急激にその回線がこれは無理だなと思ったら「夏メロスペシャル」に切り替えるからいいですね。